よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。実は、掛け軸裏の洞窟、99回をね、ちょっと目指そうとは思ったんですけど、ちょっとね、99回行くのすーごい難しいらしく、本当になんか、無理なんですよね。もう無理。無理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 。攻略サイトをちょっと見て、ちょっと勉強しようかなと思った矢先、この試練で、最大難関と言われているのが99回らしいんですよ。マジかーと思ったんすよね。だからちょっと無理なので、こちらね、僕がね99回クリアしたことあるのはね、これともう一つの方なんですよね。なのでこっちのね方をね、今回99回やって、で次の正月休みぐらいに、なんだ、どこだ、最終問題、フェイの最終問題やって、もしね、クリアができた場合のみ、その99回の掛け軸裏をね、動画投稿していこうかなと思っております。なので、今回はこれをやっていきます。まあ、これはね、結構簡単なんだよ。これのルールはですね、前回の掛け軸裏とは違い、敵を倒すと肉になるんですよね。一定の確率で。まあ、どれぐらいの確率か忘れたんですけど、3分の1やったかな、確か。だから肉ってね、かなり強いんですよね。もう肉自体が。肉自体すごい強いし、回復もするし、もう最高なんですよ、肉は。まずお腹の減りを考えなくてもいいから、もう本当にね、負けにくいんですよね。負けにくいっていうことはないんだけど、まあ、勝ちやすいんですよね。このもう99回に行きやすいから、結構簡単にね、いけると思うんで、まあ、まずね、こちらでね、肩慣らしをね、やっていこうかなと。まあ、フェイの問題もね、まあ、裏技じゃないけど、まあね、ちょっと小技をね、使っていけば簡単にクリアできるので、まあ、この2つはね、まずチャッとやろうかなと思っております。本当にね、あれなんで、うわは強い肉をね、手に入れればね、全然問題ないんで、あーいた！ただね、運ゲーでやっぱ負けることはあるので、まあそこら辺はなーとは思うんですけどね。いや、最近ね、うおーっと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 。ずっとバイオハザード2ね、早くやんなきゃなーと思ってるんですけどな、ちょっと時間があんまりないんだよな。時間がないというか、ちょっとやる気がないんだよね、最近。なんでだろうな。時間はいっぱいあるはずなのに、なんか、ね、寝ちゃうんだよな。なんか、寝る寝る病だよ。寝るのみでも食ったのかっていうぐらいね、寝ちゃうんだよな。レベル上げはいいか。とりあえずね、どんどん下に降りていけばいいから。とりあえず必要な肉だけをチャッと取れば、もう全然怖くないんで、もうこんな簡単に99回クリアしますよ。おい、はい、ミスター。邪魔だぜ、はい。レベル上がるんじゃない？オッケー。強い肉を取れば、もう勝ったも同然だからな。もう動き回っていいからね。本当に。もういい。あれだよ。おにぎりがなくなれば、食えばいいから。肉をね。なんかおにぎりより肉の方が回復しそうな感じなんだけどな。肉を食っても、銃しか回復しないからね。まあお腹いっぱいになるためには、いろんなね、肉を食わないといけないんですけど、まあ、おいおいね、まあ、小技を使ってね、満腹度をね、すごい増やす方法があるからね。よし、死ね。でも99回って、あ、いた。結構時間かかるからね、こういう俺みたいな素人がね、やるとな。もう結構やってるけど素人になるんだよな。もう達人に比べたら。でも達人の人ってあれなんかな。掛け軸裏の洞窟99回クリアしてんのかな。絶対無理だと思うけどね。あれ、しかも999回までいけるというね。あ、ここお化け太鼓の肉欲しいな、欲しかったな。ここはお化け太鼓の肉がね、うお、切った肉や。泥棒もね、実は簡単にできるんだよな。肉をね、投げて、番犬どもも全員肉に変えてから、肉っていうか敵に変えてからぶっ殺しまくっていくみたいなね。それをすると結構楽勝なんだよな。おー、あ、でも遠いな。これは、あれだな。泥棒はできないな、さすがに。
遠すぎるな。ちょっと食らって、よし、大きい肉まだまだいいか、まだいいな、よしよし。肉もね、あー、おにぎりもね、まあ必要ないとは言ったけど、いるっちゃいるんだよね。お、来た、坊やの。坊やがね、結構強いんだよな。坊やもう先食っちゃおうかな。坊や先に食って、ちょっと、弓を集めてきまーす。はいとー、99個多分集まったかな。オッケー。装備。そして、缶盾もね、手に入ったんで装備します。お、プラス1いいね。東京おにぎり食べてた。おー、うまー。とりあえず、ちょっとおにぎり、おにぎりじゃねえよ。ちょっと店回ってみるか。店よな。おー、マブルマブル。これ肉も売れるからな、確か。確か売れるよね。あれ、売れんだっけ。ほい。肉も確か売れたような気がするんだよな。マムル。おお、ほら、売れるんだよ、肉。肉が売れるから、めっちゃ分かりやすいな。ま、あ、マールポリオン。こいつ、こいつ。こいつのね、進化バージョンがね、お腹のね、最大値を上げるんだよ。こいつの肉が欲しいんだよな。眠り。あ、眠り大根いいね。ガムラの肉も結構いいんだよね。ピータもね、2回行動、2回移動ができるからね、結構強いっちゃ強いんだけどね。まだいらねえんだよな、正直。ここら辺は取れるからな、買う必要ないかな、さすがに。よし、じゃあ、とりあえず、うはは、邪魔だよ。でも、革の盾をね、手に入ったのはね、すごいね、運がいいな。これは運がいいな、やな。よーし、とりあえず、下に降りていこう。とりあえず、パプレコ、プキン、カパク、パ、パプレコキンの、肉は欲しいからな。おいしねえ。どんどん下に下がって、ちょっとレベル上げつつ、おい。レベル上げをね、モンスターハウスがあればね、すごいレベル上げができるところがあるので、パプレコキンが出るところまで、ちょっとあれだな。住みたいんだけど、あ、ここバネで飛ぶところか。じゃあ、もう、下に行っちゃおう。オッケー。あ、そうだよ。こいつが強いんだよ。こいつ。こいつが超強いんだよ。鬼面武者な。こいつの肉はぜひとも欲しい。こいつの肉をね、何個ぐらいかな。10個ぐらい欲しいな、マジで。くそ、こいつ、あ、くそ。あ、やべえな。あ、やべえな。進化しちゃうよ。あの肉、おこいつらマジ肉欲しいんだよ、マジ。肉落とせ。うわ、マジで肉落とせよ、お前ら。お、来た、来た。来た、無敵の。無敵の肉ですよ。これマジ強いから。マジで強い。鬼面武者マジで強いから。で、坊やちょっといらないから。食べちゃう。食べてもらう。オッケー。うお、何やってたの？あいつは無視して。何やってたの？おにぎりの親方か。うん、犯人ね。はいはいはい。あ、はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。ピポーイ。まあ、肉はね、こういう使い方ができるんでね、かなり強いんですよ。だから怖くないんだよな。ハンニャとかは。強くないやつはそんなに怖くないんだよな。はい。お、ガマラくんか。ガマラの肉は別にいらんのよね。別に2回行動もないし、お金取るだけだからな。あ、ないこいつ。もういいや。無視しよう。ねえ。ハンニャね。オッケー。ハンニャレベルやったら怖くないんだよな。はい、投げる。外れたら超痛いけどな。でーってなる。まあ、2回外れん限りは、うわー、これちょっとやばいぞ。将軍はまずいぞ。将軍はまずいぞ。しかも上手くないからな、こいつは。あ、来た。はい、こいつも危ねえ危ねえ。大きな鬼になるぞ、これ。で、倒した後も、倒した確率でね、肉が手に入るからな。かなりね、肉が強いんだよ。で、弱い肉はね、まあ最初ら辺ずっと持っとって、そう使い回してとかいう感じやもんな。さあ、鬼面武者出ないかな。まあ、我慢いらん。お前は上。あー、俺の肉、肉じゃねえ。俺のガルドこの試練の、金の値段って、ゴールドガルド
ガルドだろ。いや、ゴールドか。完全にゴールドだ。はい。ちょっとなぁ、ものが多い気がするの。おにぎり変化は確か、あれだったなぁ。お化け大根はね、遠くからすれば、あれだよ、草投げるから結構強いんだよ。強いけどそんなになんだよなぁ。とりあえずここら辺で待って。おお、来た。外すね。お、来たー。肉ゲッツ。あ、そっち出る？まあいいや。これくれー。さあ来い。お、ガマチ、グッチ。関係ないけど。あー、お前が金持ってんか。クソ。これ届かない。あー、ミスったし、しかも。クソ、なんでやねん。決め武者いいね。お、決め武者いいね。決め武者は最高なんだよな。よし、完璧やな。決め武者はめっちゃ強いからな、マジで。決め武者ほど強い肉はないっていうぐらい強いからな、マジで。マジで強いから。はい、飛ぶ。はい、飛ぶ。飛ばない。あ、飛んだ。ピーター。逃げピーターか。さーて、なんか来ないかな。逃げピーターン届かないな。か、後ろにいるな。おー。肉！あー、肉欲しいな。また逃げピーターンか。めんどくせえな。おー。ありがとうございます。おー、いいね。あ、くそ、取れない。ちょ、お化け大根になって、ああ。お化け変化になって。特技使える？あれ？あ、お化け大根の特技って、あれなんだ、ないんだ。くっそ、なんこいつクソやん。クソやん、おにぎりできんのか。くっそ。まあ、最悪肉食いまくったらいいけど。さすがになぁ。あ、いや、全然大丈夫やな。ピータンがうざいな、ちょっと、ピータン。ピータンどこへ殺せんかな。あ、うざ。うぜえ。よしよし。ピータン。ここでずっと弓打っとったら、ピータン来るやろ。決め武者か、いらんわ。いや、いるけど。お、ガマグッチ。ガマグッチ。俺。よし、いいぞ。この、こう、走って一回打つ、走って一回打つ、いいな。ちょっと一回取らないと。へい。ほい。通路が長いと、これが使えていいな。あ、ミスった。くそ、なんでや。うまいなぁ。お、あ、お前かよ。ここは話すことなんもない。あー、ファイヤーだ、ミスった、クソ。あ、なんでコントローラーをしっかりしろ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。